さん、こんにちは。今ね、どこだと思います？ちょっと声が響いてるんですけど、はい、今ね、まだまだ工事中のこんな感じで、電気もね、電気っていうか天井はそっか、まだ何もいじってないんだけど、こんな風にね、まだまだ引っ越しというかお片付けの途中、お片付け工事の途中というやつかなんですが、はい、ちょっとね、ここに1階にあったリビングダイニングテーブルがあるので、ちょっとなんか食べるときちらっとこっちに寄ってきたりしてますね。はい、そして今日今目の前にあるのはカフェオレです。うん、カフェオレボウルで飲むコーヒー美味しいんです。そしてここに今日あるのは、はい、最近ちょっと皆さんにお伝えしております、お米で作ったロールケーキ、今日はラズベリーヨーグルトバージョンを焼いてみました。もうこれめっちゃ美味しくてお気に入りになりました。うん、いや、実はですね、試食をするごとに大工さんにね、まあおやつとか休憩タイムにね差し上げてるんですけど、今日もこれを昨日作ったばっかりのロールケーキちょっと味見してくださいって食べてもらったら、うん、後から、うん、今まで何いくつかね試食していただいてたんですけど、濃厚シリーズとか、濃厚シリーズと、かぼちゃとか食べてもらってたんですけど、今日ね、こういうヨーグルトっていう、なんていうかな、爽やか系のロールケーキにシンプルな生クリーム入れてお出ししたら、うん、なんか僕一番僕これが好きでしたって言われてました。うん、ほんと、何一つ癖がなく、プレーンでもなく、まあ私はラズベリーヨーグルトだって分かってるから食べるけど、そんなもんだって思うけど、いや、ほんと美味しいね。もう米粉と一緒ですよ。これほんと皆さん、すごくね、米粉シフォン作るよりも手間かかるんじゃないのとか、何台も販売するには手際が多いですよねって聞かれたんですけど、まあ私は教室で教えてあげたいなって思うから、全部はね、種明かしは言わないけど、そうですね、米粉シフォンを作る時よりプラス3分ほどの時間かかるかなって思う。どうかな、トータルですよ、前の日から入れて3分、ちょっと1個のメニューにつき3分かかるぐらいかななんて思ってますね。まあこれをね、自分で計算しながら、電卓、まあ電卓はあった方がいいけど、自分の、初めて作る時に計算することを思えば3分で済みます。自分がね作ったロールケーキともいえども、幸せな休憩タイムをとっております。ね、このカフェオレもね美味しいんです。豆から挽いてるんで、コーヒーということで、瞬く間の動画ですが、これで終わりたいと思います。はーい、空っぽ。